お腹周りが痩せるヨーグルトをお伝えしていきます。この動画をご覧いただきますと、あなたのお腹周りが痩せるヨーグルトがわかるんです。それでは早速本題に入ってまいりましょう。それではここから具体的に特保のマークがついたヨーグルト、何を選べばいいのでしょうかということについてお伝えしていきます。いろいろあるんですけれども、気軽にですね、もう地域問わず簡単におそらく手に入るのはこちらのヨーグルトだと思うんですね。明治のブルガリアヨーグルトです。でヨーグルトの LB81 のプレーンタイプということで、見えますでしょうか、ここにね特保マークがついてるんですよ。こう人が万歳したようなこのマークがついているのが特保マークです。でこの特保マークがついているヨーグルトが、先ほどお伝えしたその痩せ菌がもうとにかく通常のヨーグルトのもう2倍以上入っているですが、なんとこのブルガリヨーグルトの LB81 プレーンタイプというのはですね、ここに栄養成分表示にも書いてあるんですが、なんとこの通常のヨーグルトの10倍です。特保だと2倍とお伝えします。さらにその10倍、100億個以上の乳酸菌が入ってます。 LB81 乳酸菌が入ってますって、100億個以上でちゃんとここに表示されてるんですね。さすが特保商品ですよね。全然違う。なのでせっかくヨーグルトを食べてお腹をすっきりさせて痩せたいと願っていらっしゃるあなたであればですね、もうぜひこの特保マークがついた、特に手軽に手に入りやすいこのブルガリアLB81 プレーンタイプというのは私おすすめしたいなと思うんですね。で例えばここでそのヨーグルトでこう低脂肪を選んでらっしゃる方も多いと思うんですけれども、そのカロリーが気になってですね、気持ちわかります。ただ低脂肪っていうのはそれだけ薄めてあるヨーグルトなので、その分この乳酸菌の量も少ないわけです。なので食べても食べても痩せ菌が増えないわけですから、紅茶に比べたらですね、だといかがでしょうかっていうところになりますから、食べ方にもよると思うんですけれども、もしあなたがその、ヨーグルトって動物性の脂肪ですからね、ちょっとカロリーが気になるなとか、もちろん食べ過ぎてしまっては太りますので、カロリーを気にしている場合、脂肪を気にしている場合は、私が別動画で手作りの痩せる豆乳ヨーグルトっていうレシピをお伝えしてますから、豆乳ヨーグルトであれば植物性の、タンパク質になりますので、そのカロリーがとにかく低いんですよ。でしかもコレステロールもゼロですし、すごくおすすめなので、もしあなたが低脂肪を食べてらっしゃるのであれば、逆に置き換えとしては私は植物性の豆乳手作りヨーグルトをおすすめしたいと思います。ただそうではなくて、こういった特保の動物性ヨーグルトを召し上がっていただいて痩せたいってことであれば、ぜひこちらをですね、今からお伝えする食べ方で食べていただきたいと思います。さあここから具体的にどのようにこの特保のヨーグルトを食べればお腹が痩せてスッキリになるのかっていうお話をしていきますね。もちろんですね、先ほどお伝えしましたね、こちら動物性の、脂肪分ですから食べ過ぎては太ります。なので、このねブルガリヨーグルトの箱にも書いてあるんですが、1日あたりの摂取量、目安量というのはやっぱりあります。それは1日 100g までです。でこちら1パックで 400g 入っていますから、4日間に分けて召し上がってくださいねということですね。でまた私、こちらも別動画でお伝えしているお話にはなるんですけれども、もっと痩せる食べ方があるんですね。それはこのヨーグルトを冷たいままで食べないということ。できれば常温かちょっと温めて召し上がっていただくと、あなたのその腸内をですねもっと整えることができるんですね。なぜかというと、その腸を冷やしてしまうと腸がちゃんとこう動かなくなってしまって、結果こうデブ菌と呼ばれる悪玉菌がですねやっぱり元気になってしまいやすくなるんですよね。なので常温か、できればホットヨーグルトということになるんですが、そのホットヨーグルトの注意点なんですけども、もちろんですね、こう電子レンジで高温で長時間加熱してしまうと、この乳酸菌がですね死滅してしまうんですね。なので意味がないじゃないのかなと思う方もいらっしゃると思うんですが、実は大丈夫なんです。菌はね死滅してしまうんですけれども、その死滅した菌でさえもですね腸内細菌の餌にちゃんとなりますから、無駄ではないんですね。ただやっぱり生きたまま
元気にね、痩せ菌、善玉菌増やしたいなってことであれば、まあ多少ですね、やはりキンキンに冷えてるヨーグルトよりも常温で召し上がるとなお良いと思いますので、おすすめの食べ方としては1日 100g を目安に、できれば常温かちょっと温めた状態で召し上がっていただいて、腸内環境をどんどん良くしてくださいねってことなんですね。でさらにここからですね、さらに痩せる、そのお腹をですね、お腹周りがこう痩せる方法があるんですけれども、この特保のヨーグルトっていっぱいあるんですよ。でしかも私たち一人一人の腸内環境、まあ、腸内にいる細菌って種類がいっぱい、その方それぞれあって、お一人やっぱり違うんですね。なのでその方に合った腸内細菌の種類ってやっぱりねあるんです。なのでたとえこのヨーグルトを食べたとしても、このヨーグルトの菌がその腸内環境に合う方と合わない方ってやっぱりいらっしゃるんですよね。残念ながらもうそれは体質ですから仕方がないことです。じゃあどうすればよいかというと、あなたの腸内環境に合ったヨーグルトをやっぱり探し続ける必要があるんですよ。でその時に方法があるんですけれども、食べ比べです。もうねこれはですね、食べ比べていただくしかもうねないんですよ。あのだいたい例えばこのヨーグルトからスタートしていただいて、約2週間毎日 100g 食べ続けてみてください。でその時のあなたの便の状態とか、お通じの回数とか、そういったのを毎日ねこうチェックしていただきたいですね。で食べ終わりました。で次の2週間はこのブランドじゃないヨーグルトの特保ヨーグルトを2週間また食べてみる。でその時のまた便の状態だとか回数をチェックしてみて、まあ、何回かこう繰り返していただくんです、そのサイクルをですね。そして結果、一番あなたがなんだこのヨーグルト食べてたこの2週間の期間はもう便の状態も良いし、その回数もよく出てたな、もう本当にバナナ状のですね立派な1本がですね出たということであれば、やはりそのヨーグルトが一番あなたに合っているということなんですよね。どんなにいいものも合う合わないってねあるんです。なのであなたの体質に合った特保のヨーグルトを、もうこんなに乳酸菌がですね100億個以上も入ってるわけですから、ぜひぜひあなたがお腹をですね引っ込めて、お腹周りをすっきりしたい、痩せたいってことであれば、まとめますと、まずは特保のマークがついているヨーグルトを選んでくださいねということです。そして食べる量は1日 100g まで、そしてどんなに良いヨーグルトも合う合わないがありますから、2週間おきに食べ比べをしていただいて、結果便の状態、便の回数の状態の総合的な結果を見て選んでみてくださいねってこと。その結果あなたはお腹周りが痩せてすっきりして、ヨーグルト効果を最大限に生かすことができるんですよ。さあいかがだったでしょうか。この動画ではこのような様々な健康法、腸活法、ダイエット法をあなたにお伝えしているんですね。そのことであなたが継続的に健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、どんどんご参加ください。でまた私のこういったお話に対してご質問おありの方は、皆様詳細欄に LINE のリンクを貼っておりますので、直接私にお話ししてくださっております。あなたもご必要でありましたらおっしゃってください。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。